人間ドックといえば胃カメラをイメージする方も多いのではないでしょうか実際日本人の中では胃がんの発生率が下がっているもののがんの種類の中では胃がんは大腸がんに次いで2番目に多いがんとなっています一方で早期胃がんは治療により根治しうることが知られているため早期発見が重要になりますこの動画では胃がん予防のための胃カメラの位置づけ リスクについて有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアルを参考にしてご説明しますこの動画は 4daysOFF により作成されています 4daysOFF の代表の森田洋平は辻中病院の職員であり概要欄の医療機関から報酬を受けています本日の話の流れは1胃がんの統計 日本での「罹患率」と「罹患率」の推移治療成績2検診における胃カメラの位置づけ3胃カメラのリスク4胃カメラの適正な感覚についてご説明します1胃がんの統計国立がん研究センターの発表している統計によると男女合わせるとすべてのがんの種類の中で胃がんは大腸がんに次いで2番目に発症率の高いがんです ピロリ菌の感染率の低下に伴い胃がんの発症率、死亡率ともに下がってきています。しかし依然胃がんは日本人の中で発症率の高いがんといえます。マニュアルに記載はないのですが、2021年にオリンパス社の資金提供のもと行われた大規模なウェブ調査の結果では、早期胃がんは90%以上は治ると考えている方は全体の30%でした。 しかしながら実際には全眼鏡の報告によると早期胃がんの患者様の年齢調整死亡率を一般的な人と比較すると5年間の生存率は98.8%であると記載がありますつまり早期発見された胃がんは根治しうる病気といえます2検診における胃カメラの位置づけそれでは胃がんの早期発見のために何を行うとよいのでしょうか それはバリウム検査と胃カメラですバリウム検査は2005年、胃カメラは2014年、ガイドラインで、胃がん検診の有効なスクリーニング方法として認められました。結論として、バリウム検査、胃カメラは、人間ドックにおいても推奨されています。胃カメラの方が、胃がん死亡減少効果が高いものの、合併症が多いため、適切に対応できる施設で検査を行うこととされています。 エビデンスレベルが高くないものの鳥取県新潟市からの報告によると少なくとも3年以内に一度胃カメラをした場合30%の胃がん死亡率減少効果を認めました一方でバリウム検査については統計的に意味のある胃がん死亡減少効果は認めませんでしたまた韓国の国家がん検診データベースを用いた研究では 2002年から2003年の検診対象者である1690万2631人を検討したところ、いない子検診を4079歳で13年以内に行った場合は、脂肪減少効果は5070%でした。一方で、バリウム検査の胃がん脂肪の減少効果は7%にとどまりました。まずは 病変の見逃しです鳥取県米子市の報告では、胃がんがあるにもかかわらず、異常なしと診断されることが、初回検診で4.5%、継続検診で3.3%あることが報告されています。逆に、胃がんがないにもかかわらず、精密検査として組織を取り、検査をしてしまうこともあります偶発症の説明をします。 2016年の日本消化器がん検診学会からの報告では、胃内視鏡検査による合併症は10万人当たり71.9人でした。そのうち、死亡は0人で、入院に至るケースは1人以下でした。胃内視鏡の合併症は80、80%程度が鼻からの内視鏡挿入による鼻血が占めていました。その他のの他合併症としては多部位の出血 組織検査での出血が報告されていますアレルギー、鎮静剤により呼吸が弱くなることが報告されていますが、いずれも10万人当たり1人以下の稀な報告にとどまっています。4胃カメラの適正な道ガイドラインでは50歳以上の方については、胃がんリスクの低い場合には2から3年ごとの検査が推奨されています。 人間ドックでの胃カメラをご検討ください50歳以下の方については、前述の韓国の報告では、40歳代でも有効性が示されています。しかし、現在の日本では、若年者の胃がんの発症リスクは下がっており、同等の効果が得られるかどうかは不明とされています。このことから検査による不利益も検討して、実施を考えることが推奨されています。この動画以外にも 人間ドックにおける大腸内視鏡検査の意義と合併症について内視鏡検査における鎮静剤についてなどの動画も作成しております人間ドックにおいてオプションを選択する際の参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました不明点などありましたらスタッフにお声がけください